ご飯の入ったお皿とコップ、コップに。茶を入れまして、で、まあこれなんだかんだわかりますよね、見て。あ、テーブルクロスすごいんだな。ただこれを普通の手でテーブルクロスしてもまあつまんないだろうと、そこで私は考えました。これを今から仕組みでテーブルクロスしたいなと。おお。大丈夫ですか？乳首取れないんですか？乳首頑張れメイデン。ケアがあるんで、乳首のケアせずにこれやっちゃうと乳首取れちゃうんで、そうです、ちょっと焦らないから、まあ、ゆっくりゆっくりだと乳首も。じゃあ、そろそろいきますか。じゃあこれはあの緩いとかじゃないですよね。あ、じゃあ洗濯バサミがなんか今あなたとの物言いがあって、この絶対緩いやつじゃないか。緩いんじゃないの？多分ないですよ。じゃあデモンストレーションで軽く引っ張ってます。軽くですか？どれぐらいですか？軽く私は軽くなんでいいのか、はい、あった軽くって言ったよ。いや私は軽くっていいって言ったじゃないですか。ド S なんだから。7割ってことで3割失敗してってなっちゃうんで、今日は成功するようにちょっと皆さんのメタルな思いで、メタルプレイでちょっと支えてください。バンドなんで、やっぱり ご当地っていうかすごいですね、やっぱ人気が。いやちょっとあの ご飯が喉に、ね、つまった状態、背中叩いてもらっていいですか？軽くでいいんで、ちょっと中にもド M な方いたらあの叩いてくれるそうなんで、皆さんお待ちください。叩きません、はい、じゃあそんなこんなでやってますけど、はい、じゃあ結構いい感じでセッティングなってると思うんで、でこの後ね、グラインドフェイズで最後はオーストラリア来たバニッシングポイントね、なんで今日バニッシングポイント、広島観光してもうバッチリ広島色に染めてきたんで、バッチリです。じゃあ、次のバンドじゃあしますか、紹介、グラインドフェイトです。皆さんお待ちください。イエーイ。